大げさな話じゃないけど5分から10分そこをずっとね真剣にやれば、うん、一気に高得点ですから、うん、行ってみよう。天然親父のぶちゃんとハッピーセラピストということで、寒くなってきましたね。うん、本当。なんか年取ってくるたびに、なんか寒くなってきてないと。私そもそも寒がり。もともとみんなが今日寒いねとか言って、いや寒いねの言葉が出ないぐらいかな。いない人でしょ。多分。今喋れないから。そういうタイプ。あ、それすごい手が飛ばじゃん。でも寒がりなんですよ。しかも北海道育ちの超寒がり。行ってみよう。今日は超気持ちいい施術、超気持ちいい施術ってね、何度も言いますけどね、人によってまずは違います。びっくりするほど気持ちいいところでしたね。今までない？なんかね、結構合いそうだなと思うんだけど、なんか私はドンピシャ、すごい自分の性格がそうだからドンピシャのまっすぐをしてもらうのが好きだよ。分かりやすい気持ちが好きだよ。でも揺らしが嫌いなの。あ、で揺らしも好きなんだけど、なんて言えばいいの？揺らしてもあったなんか垂直じゃ筋肉に対して垂直じゃない気持ち悪い。こういるよね、こういう斜めとか。そうそうそう。だけどその今言ったなんかその横からずらして押す圧が好きだし。そう。だけどそれは元自分だとオプションが好きだから。そう。こう今話してること重要で、その人によって好みを変えられるかがセラピストの醍醐味なんですよ。その掴み取る感じ、それはどうやって掴み取ればいいんだろうねって話でね、この人の好みをっていう、それはねあるんですよ。それはまだこれね、でもねすっごい細かい話になっちゃうんで、またねいずれね、いや本当にそうなの、人の圧の入れ方って好みがあるんで、どうすればこうさすり系さすり系でいいって。そう、まあ皮膚っていうか温度が上がるんでね、基本的に警察摩擦で上がるんで、そういう意味でくだりのやり方だったんです。一緒にね、昔一緒に番組テレビで撮ったんで、その時に空きがあったんで、芸能人やる前の空きがあったんで、ちょっとやってあげようかって言われて、あ、くだりでどういう施術とか興味あったんで、45分ぐらい警察でこうさせたんでしょうけどね。さあ次何やるんだろうと思ったら全身さすり出しちゃって、45分ずっとね、そうずっと終わったんですよ。本当マジで。でもなんかスピリチュアル、手が勝手にいくんですってあ、でも勝手に手がいくっていう意味は分かる。ここが欲しがってんだなっていうか、俺もねいくんだよね。あ、ここ欲しがってるなって、そういう意味だと。聞いたのビッグダディ、なんでこうやってずっとやってるんですかみたいな。ちなみにビッグダディ重生のメイクとしてすごい施術には慣れてるんですよ。確かにまあ一理あるんだけど、押してほしいよね、やっぱね、ずっとさせられると。しんどくてきてるからね。いや、そうなのよ。まあ、かゆくなったからさ、血流が確かに、だってずっと45分、全身を。ブルブル、お風呂になった時、ブルブルのさ、あれもかゆくなった血流。ああ、まあ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 。ああ、ここしまいだな。あんな感じ。あ、そうそうそう、わかりやすい。そうなんです。ということで、今日はじゃあ、気持ちいい場所。足裏気持ちいいですよね。もう言ってたね。手から来て頭来ての。そう、足裏。この3点抑えられたら相当満足感。ああ、確かに確かに。気持ちいいとこ人に違うんで、気持ちいいとこ見つけられたらそこなんか行き過ぎないでね。行き過ぎる人は結構多いんで、お客さんに言ってたらその気持ちいいですね。あ、そうですかって行き過ぎちゃう。みたいな。あ、そこ通り過ぎちゃう。そう、通り過ぎちゃう。気持ちいいって言ってるからお客さんやってほしいから。こうなずっとしばらく前言ったんだけどさ、なんかその気持ちいいとか言われると私の部分が恥ずかしくなっちゃって、なんか言ってたね、照れくさくなっちゃって、なんかちょっと多めにやるけど、なんか褒められるとちょっと照れくさくなっちゃって、恥ずかしい、そういう心理か、そういうの、そういうのか、そう褒められないじゃないから、なんかそうだから、あ、恥ずかしいと思って後でもう一回戻ってこようと思って一回出したんじゃん。愛いセラピスト、可愛いセラピスト。ダメですよ、だから気持ちいい、気持ちいいとこね、もう。やっちゃう、やっちゃう、やっちゃう。そこ、そこ。レッツゴー。なんて言うか分かってないから。ネクスト。そうか。まあなんかいろんなね考え方があると思うんだけど。あるね。そうそうそう。やっぱこうくの字でこう曲がってて、ここの筋肉のこのね中に芯がある部分あるんですよ。それでちょっとズレはあるけど、そんな検証の時と一緒ですよね。奥の一本本当にカチコチになってる。見つけるまで。あ、外反の人ってみんなそこが硬くなってるってことね。そうそうそう。そんで、の中でここだけやってもダメなんだけど、なんか結構やっぱり検証、私の検証の時もいつもそうですけど、遠くからやって、一番繋がってないけど遠くからやって、だから遠くからやっていくっていうと、上からこの辺の上とかもだし、最初行ったらまあね、だけどまあ内側なんだ。内側のところの硬さを取っていって、まあメインでいくと、そっちは分かるかなって言ってる。で、こう触っていくと、親指のところから、ここのほら、つぼというか、足つぼで言ったら、膀胱のあたり。膀胱のあたりのところを、親指で腰を押さえながら、基本は、親指に運動させながら、ここの芯があるところを取っていく。だから、こういうところ、中の奥が、15分ぐらいで結構角度が話の人であれば、これいいこと聞いたね。これはでも検証の時はこれ近いことやらない。手首ってか、そう、手が検証になった時に一緒ということで、あ、そうか、おにぎりね、おにぎりやっとかなきゃね。これおにぎり。あ、気持ちいい。これ気持ちいいよね。あのね、後半をつけてくれるから気持ちいいんだよね。あと関節がやっぱりね、第二第三関節。僕の親指めちゃくちゃ負担かかってんだよ。そうなのよ。ねえ。取れないのよ。だからね、登山の時に痛くなる。なんかこの間登山行く子に聞いたんだけどさ、なんか靴はちょっと気にして厚めの靴下履いて、つま先が開いてるって言ってた。昨日来た靴下のお客さんがね、一人で来るんだって。可愛いって言ったんだけど。そう。そう。それが好きなの。それも行く人。いや、友達と行く時もあるし、元々は一人。いやいやってね。あとそうだ、足の気持ちいいところって言ったらさ、ここのさ、手首のね、ここ、そうそうそう、一緒一緒。あ、見えてない。ここ真ん中のくぼみのところにはめてこう回すんだけど、このすねのすねじゃない足の甲のとこの骨と骨の間に指をセットして、ほんでなんかこう回しながらこうゴリゴリをする。そういうのもなんかいいよね。映ってる？ちょっと映ってる。ちょっと映ってる。ちょっと五輪っていうのこの引いた時にね。五輪。この五輪が欲しくなるんだよね。だからね、レタスの恥骨調整さ、若い人。恥骨結合の調整や。やんの。今この足首の。そうね。で、あと足の気持ちいいところってまあやっぱりさ今外反母趾のはちょっとさっと終わらしちゃったけど、さっきのね原理で地道にやっていくっていうこと本当だけど、やっぱ優先ってことね。で後ろ押さえといてあげないとやっぱ逃げちゃう。優先でしょ。優先がやっぱ第一人者だもん。また来た第一人者。第一人者やっぱ胃のとこじゃない大体。痛いけど痛いけど土踏まずなんで触れてないとこじゃない。いや、そこだと思う。そこね、強くやっちゃうね、痛すぎる。あとなんか、ちょっと普通にあんまりやったことないけど、かかとのところをちょっとこう、寄せてってもらう足を。で、外側を外向きにして、グッと強くやると、前だ、エスパー、伊藤。いや、そうなっちゃう。エスパー、伊藤の回を見てください。ネクスト。はい、まとめです。ミキティの足の裏を見せられないということで、ミキティたくましいよね。たくましいし、なんだろう、踏み込んでるから足を鍛えられてるからね。鍛えられてるというか、多分床掃除しながら床掃除しながら施術してる人間掃除機ということで、今日は今回足裏のね、外反勉強だったね。やっぱあそこのラインの固まってる筋を緩めてあげると外反の角度がちょっと戻るということで、でも外反もそうなんだけど、何でも継続なんで1回で全然取れないですからね。やっぱり何度も何度もやらないといけないね。だからテーピングで固定とかいろいろやってる人たちがいるよ。私なんかやっぱ私ダイエットの目に持ちあるじゃん。全部言えることがここだけじゃなくて、歩き方、重心のかけ方、本人が直さないと。それはあります。エンドレス。エンドレス。そうそう、いくら施術してもお客さんに適切なアドバイスをして、こういうのしないようにしてくださいとか、こういうのしてくださいとか、きっちりね、やっていただけるとね、本当はいいんだけどね。でも、全員やっていただけると、うちに来なくなっちゃうっていうのもあるんだけどね。でもやっぱね、結果出てなんぼでしょう、やっぱね。いや、私も思うんです。卒業してってもらった方がいいと思います。うつ病の人とか、なんかね、改善策を見つけてね、しょっちゅうに何回も来てた人が、さあしてください、良くなっちゃってこなくなっちゃう。ああ、嬉しいよね。嬉しい。いや、全然嬉しい。あ、ダイエットの人とかもさ、なんか変な話さ、他のエステとかに行ったら、ウエストを落とすのに半年かかってやるじゃん。それまあ、お金もね、いろいろ払っていただけてなんだろうけど、自分でもすごいリーズナブルだなと思ったのが、1ヶ月半で7回通ってウエスト11センチ。そう、リーズナブルじゃない。リーズナブルってのはお金があんまりかかってない。普通はやっぱり半年コースだから11センチ。1ヶ月半で落ちちゃった。落ちちゃった。もともと取れましたね。ちょいこちゃんぐらい。ちょいこちゃん。でも結局それってリアルな過ごし方のアドバイスができたんじゃなくて、お客さんと一致した。それ大事ね。すごい大事ね。共感の部分だよね。共感共鳴の部分なんだけど、一致すると本当にアドバイスが的確にできたと、お客さんも信用してもらって、すごいいい方向に行くよね。紹介の人ってやるしね。あ、なるほどね。その紹介の人って、もうそこでね、ちょっと信頼関係が生まれて、いいよ。そうそう、うちだからね、本番の紹介。ちょっととてもやりやすいよね。楽しいもんやってて。楽しい一番いいよね。楽しいし、お客さんに喜んでいただけると、なんという商売だ。いい商売というか、ね、こんな幸せな仕事ないよね。ありがとうと言ってもらえるね、仕事そんなないですよ。いい仕事だ。ということでまとめが、まとめが、まあまあやっぱり気持ちいい部分だから、足はだから最初の話の通り戻って1回でやるっていうより戻るっていうのと、押してほしいツボのところに線だったりとか、グーンと押すところもあるんだけど、もみもみとかちょっとこうなんか押すだけじゃなくて、もみもみ系入れるといいよね。足の裏はね、バランスよく施術するのがいいと思います。はい、ありがとうございます。大げさな話じゃないけど、5分から10分そこをずっとね、真剣にやれば、一気に高得点ですから、本当に、あそこなんだよなってところをね、しばらくやってあげる。で、初回行って最終的に締めにやった、終わる残りの、例えば2、3分とか5分残して、またそこやってあげることが、人によってだから、満足度が変わるんで、そこをしてください。で、足裏がポイントの人もいます。なるほど。私もそうかな、どっちかというと。実はね、行動課金とか、あるかもしれないけど、俺肩凝ったことないですよ。なんで？なんで？私もなかった。なかったけど、この仕事するようになって。ストレスだ。ああ、なるほどね。力の抜き方知ってる。全くないんで。でも肩凝ってますね。終われる時ね。そうなんだ。あ、でも最近ちょっと気持ちよくなってきた。だからそのうち肩凝るね。肩こりの通貨が初めて分かる。なるほど。で、足の裏が高い人が最後締めでまた触ってほしい人結構多いですよ。途中でやってて、確かに確かに。体またいってそれで終わっちゃうと、なんかね、乳酸が溜まってるっていうのかな。私足の裏何回も行く。あ、それいいのよ。そう。なんか足裏だけには溜まる。この間もさ出たけど、しもちゃんがさ、なんかね、お尻のところ膝に4枚するしもちゃんがうつ伏せになった時に足曲げてちょっと結構やってくれたね。自分の膝に乗ってたりとか。ああ、そうそう。なんかやってくれるといいよね。そうそうそう、すごく血流良くなって。しんごちゃん足裏結構やるね。俺も受けたことある。結構強いよね。強いとすごい強いね。強さ超強い。私はちなみに体格めっちゃいいね。そうだね。185とか。で筋肉もりもりなんだよ。好きだよね。かっこいいやつ。あ、そうなんだ。すごいさすがだね。でも私はやっぱあれも効くから時間が短い間に効かせるのにはすごいいいと思うんだけど、私ちなみにおにぎりもむっていうか、握り系。握り系ね好き。俺も好き。握り系いいよね。意味があるんだよ。知ってた。握り系好きな意味。そうなんだ。ある意味があるから気持ちいいんだよ。私これね、ジュースあんま持ってる人も知らない方。ね、意味があって、足裏って関節が第一第二って手と一緒。あるんで、ここのもみと一緒で、こう斜めにしてくれると関節自体が緩むんですよ。だから握り系って関節を緩めてるような。そういうことなんだ。だから緩むの関節だから、ね、足裏一生懸命揉むんじゃなくて、こうもみもみ系でやってあげるとね、足裏が入るんですよ。だから気持ちよさなんか私足つついちゃってるので、基本東洋系でやるんだけど、でもなんか東洋だけで終わったらダメだと思って、東洋式の足裏を勉強に行ったことがあって、それがやっぱ結構縦のアーチと横のアーチを作れみたいなので、なんかなんだろうな、なんか足で床をつかめる形を作るためにやってた結構。ああ、そういうことね。でも関節狙うっていうのは関節はね、狙ってやるのと狙わなくても関節自然にやってくるんだから、こうやってもぎもぎなんですよ。おにぎりこのおかしいな。こうだろうね。まあおにぎりはしない。違う。全然違う。だからこう足裏をこうの他に掴んでこれもいいんだよ。こういう時そういう感じ。そうだ。それをわざとこう関節をねじる感じ。あとさ圧もさ一気に行くよりも右と左一回ずつ移動するから。はい。ある関係が入ってる時にやっぱね、リラックスちょっと足裏をちょっとね、これから自分でやってしてもいつもやってるような、そうだね、なんか違うニュアンスを入れたいね、そこにね。足裏だったら結構そういうの絡めてハイヒール履きすぎ系、なんかそういうので、でもなんかもう今は履かないんだけどねみたいになってるけど、もう何個いいのになっちゃってもすごい痛いみたいな。おお、私はね、外反母あんまりやりましない。自然と入れてるやつなんですね。そう。でも結局足の裏の親指のところの筋肉のこのつき方がバランス悪い。お、じゃあやってもらいましょう。ね、苦手な人になっちゃう。締めが苦手な人。じゃあ締めなんちゃ決めようか。なんかあれまた欲しいんだよね。楽しいんだけど、締めなんか締めのさ、最後のこう。ああ、わかった。お注意しますよ、2人で決めよう。なんだろうな、最初はだって、全然のびちゃんと活躍したのはハッピーしたんですよ。ということで、ハッピーセラピストでした。またねー。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタン、お願いします。